はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。まあ最近ねずっと続いてます、はい、日本選手権2022ですね。ベートのデッキを順番に紹介してるんですけども、本日はトップ8ジャンドミッドレンジになります。はい、このデッキは、まあ、個人的にはここから豪華を放って、これが多分ほとんど使ったことない面白カードですね。4マナで、まあ、3色のカードなんですけども、クリーチャープレーンゾーカーのうち1体を対象とする豪華を放ってはそれに7点のダメージを与える、まあ、4マナ7点インスタント、まあ、それではそれなりにいいんじゃないかなと思うんですけど、で余剰ダメージを与えたとき、対戦相手1人がコントロールしているマナソウルがその余剰ダメージの点数以下であるアーティファクトやエンチャントのうち1つを対象とする、それを破壊すると、まあ、要するに、7点なんで、22のやつを倒したら、マナコストが5以下のアーティファクトかエンチャントを破壊することができるというね、かなり使い勝手が良さそうなカードですね。まあそれとこちらですかね、土剣組以下の魔除け、まあここら辺はあんま使ってないね。これは、対戦相手1人を対象として、そのプレイヤーは自分がコントロールしている全てのクリーチャーやプレーンゾーカーの中で、マナ総量が一番でかいやつですね。1体生贄に捧げると。で、もう1つが、あなたのライブラリーの一番上にあるカード3枚を追放する。次のあなたの終了ステップまで、あなたはそれらのカードをプレイしても良いと。もう1つ、最後の1つが、プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーの墓地を追放すると。まあこの3つですね。まああとはどうですかね、ジャンドでよく使われるカードが多いかなという感じなんですけど、まあ個人的にはイバルバシの追跡者あんまり採用しないんで、まああのちょっと使ってみるの楽しみなんですけども、はい、さあそれではね早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。まあ虐殺事件が間に合うかどうかの勝負ですね、これはね。もうほんとそれだけだね。ターン終了。なかなかややこしそうだな。さあ電圧のうねり、まあちょっと一体変身してしまいますけども、さあ土地出してターン終了。まあとにかくここをちょっととね、しのいで、一回止まったら多分ね、こっちの方が有利だとは思うんだけど、まず止めれるかどうか。さあ、全部使い切りましたね。おお、来ましたね。これが今一番欲しかった。ターン終了。とにかく時間稼いで虐殺事件打ちたいなと。
サエシカの戦車起動。まあ全然相打ち OK なんでね、これは。サブロック、いや違うなこれ。さあしつこい負け犬奇襲で、さあ3人一体でアタック。さあカード引いてターン終了。さあこれで3点ダメージ。装備されるかな。されそうですね。さあ逆殺事件 X3。 ターン終了。危な、怖っ。えぐいな、いきなりそこ引いてくるのが怖すぎるわ。さあティボルトプラス2で、おお、さらに怖いな、めっちゃ火力引くやん。嘘だろー、強烈だ、えぐい。そっち殴ってくれるんだったらめっちゃ助かる。そこまでは、それはさすがに、そりゃそうだわな。どうする？まあ、でも火遊びで倒すか。まあ、先に見ますか。とりあえず速攻クリーチャーいる限り殴れんな。でもライフが2だからな、どうしようもないこれ。おお、危ない、怖い怖い怖い、本当に怖い。しかもなんだこの引き、弱いな、引きが弱い。一気にいけんかな。
さあ、炎の媒介者、炎の媒介者。エシカの戦車。とりあえずこれで殴りますか。まあ、火力引かれたら終わりなんですけど、本体に飛んでこんことだけを祈ろう。ライフを回復することができない。なんもないよね、ライフ回復できるやつ。危な。さあ、火遊び。多分これでもういけるんじゃないかな。土地はいらん。はい、対戦ありがとうございました。危ない。さあ、7枚でキープ。脅迫。今ので良かったんですかね、分からんけど。とりあえずジアードは倒す。さあ、バルキー。ターン終了。先に引き裂きしてきましたね。さあ、エシカの戦車。まあ、そらそうか。でリーナいる時点でそらそうなんでしょうけど。サイコロデッキですね。サイシカの戦車起動して、さあ殴っていく。さあ、一気に押し切りたい。なんとか押し切りたい。もうこのデッキほんとね、ささっと殴って勝つしかないんで、ここで押し切れないと、一回止まるともう無理だろうね。わあ、ライフ回復偉いね。どうする？サダック。さあ、収穫者。ターン終了。
このライフ回復結構やばいぞ。なかなか厳しいね。何が厳しいって、そもそも引かないのが厳しすぎる。サダック、本気でライフ削りに行きます。おお、ブロックしてくれますか。さしつこい負け犬。ターン終了。威迫持ちですか。まだなんかあんのかな。ややこしいのが出てきますね。さあ、ボリンクレックスでカード引きます。さあ行きますか。サダック、さあ虐殺事件 X2。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。ターン終了。さあ収穫者出してターン終了。さあお相手なんだろうな。イゼットはイゼットドラゴンか LO か、そこら辺が多いのかな。白も出てきた。まあ鏡割りのグーは、さあここで殴っていけそうですね。どうだろう。
容赦なく土地引きますね。サダック。ターン終了。さあどうきますかね。こちらもあんまやることがないんでね。サターもらいます。さあボリンクレックス突っ込んでいこう。さあドラゴンの火で焼かれた。さあ殴っていこう。おとなしく殴らせてほしい。アタック。さあターン終了。まあ一応ボリンクレックス家の焼き払いでも死なないんで、なんかいけそうな気はするんですけど。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ジャンドミッドレンジということで、まあ今の、まあ、BO1 の環境で言うと、まあかなり勝てないデッキではあるね。相性的に非常に弱いデッキになってしまうかなと。まあ環境変わればまた強くなってくるのかなっていう感じはあるんですけど、まあ、クリーチャーデッキ多いですからね、BO1。除去が少なすぎて。まず勝つのはちょっと難しい感じでしたね、やってみて。特に高校になると相手が出してくる 2,3 体のクリーチャー倒せずそのままやられるっていうパターンがあまりにも多すぎて、環境とは、まあ美容の環境とはちょっと合ってないかなと。どのデッキに強いんだろうね。まあ、ジャンド好きなんで使いますけど、オルゾフにもそんなに強くなさそうやし、エスパーにもそんなに強い感じないし、難しいところですね。まあ、ただ、BO3 できっちりね、結果出してるデッキなんで、はい、BO3 好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。